ハロー YouTube、 どうもジックスです。今日はパスタを1時間水につけておくと茹で時間がたったの2分で済むという噂を聞いたので、早速実験してミックス。ちょっとパスタ1本入れる長さの容器がなかったので、半分にパスタを割って、でこれに水をつけて1時間待とうと思います。パスタを水につけました。これで1時間いきます。はい、1時間経ちました。なんかパスタがめっちゃ白くなってます。なんか触り心地はちょっと柔らかいぐらい、ちょっとしなるぐらい、ふやけたのかな。右が通常のパスタで、左がふやかしたパスタです。色が全然違いますね。これを2分茹でれば完成になります。じゃあお湯が沸騰したので、ふやかしたパスタをお湯に入れていきます。なんかお湯に入れた瞬間黄色に変わる。2分間だけ茹でます。でももうすぐにこんなふにゃふにゃになって、まだ入れて15秒ぐらいしか経ってないんですけど、早い。さあパスタを2分経ったので揚げていきます。今日は食べ比べをしようと思うので、普通に7分間茹でるパスタは7分茹でてみます。普通のパスタは今ちょうど2分ぐらい経ったんですけど、まだちょっとこうやっても芯が残って硬い感じがします。そろそろ7分経ったのでパスタを揚げていきます。両方とも茹で上がりました。スプーンに向かって、右が1時間置いてから茹でた麺です。左が普通に茹でた麺です。じゃーん、茹で上がった麺です。早速試食してみようと思います。いただきます。じゃあまずは普通に茹でた麺から。うん、普通だ。これは普通だ。完全に普通です。じゃあ次、1時間水に浸してから2分だけ茹でた麺を食べてみます。いただきます。うん、やばい、全く変わらない。うん、ってことは、まあ、1時間浸しておくのもいいけど、実際その1時間浸す時間って無駄じゃね。まあ普通に両方とも美味しい。 Today's heat point 20ポイント。まあ変わらず美味しいっていう点だけしかいいところはなくて、あとは時間かかるだけっていう、まあただそれだけです。